ね、チアリターいっぱい届いてる。皆さんドライブ支援ありがとう。HKT 劇場オープン前日おめでとうございます。ドライグドライグルメールの涙、結構プレゼント送ってくれた。昨日は楽しかったです。私も楽しかった。昨日お話しありがとう、ありがとう。昨日はねツインテールをしてたんです。話途中で終わったけどここは話しただけです。ありがとう。カズキンちゃん、で昨日はなんか休憩時間にミスティのカラオケとかもあって、なんか楽しかった。親方さん最強ツインテールで聞きたいね。最強ツインテールなかったんよ。そうなんかカラオケ配信でね、あのなんか昨日ハーフツインテールして、私ハーフツインテールだったんだけど、なんかツインテールしてるメンバーめっちゃたくさんいて、でなんかあのあこれはあれを歌うしかないと思って私が提案して、みんなであの最強ツインテール歌おうって言ったら、あのわざわざメンバーがあのツインテールにしてくれたりしてくれて、ゴムを持ってでもカラオケ機能にツインテールが最強ツインテールなかった。まさかのね。そうツインテールにしてくれたメンバーが、まあそれは私のおかげでツインテール姿のメンバーが見れたってことで、ポジティブに可愛い子たちが見れたっていうことにしておきましょう。タタタラタ。じゃんじゃんじゃかんじゃかじゃかじゃじゃか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 じゃ。放置速度と優越感を出していただきました。もうすぐなーちゃんの誕生日。
1週間ぐらい、1週間ぐらいじゃないですか。なあちゃんなな。ついさっきまで本校を見てた。怖い。本当に怖いん。でも今日は本寒、いや本あっただったらもう、ね、お昼めっちゃ暖かかったんですよ。テク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 歩いてた、歩いていたんだけど、歩いてた時はあったかかった。今日本綿だった。本綿本当にあったかかった。お昼はでも今は本寒、朝は寒かったかな。カープ今分かってる、通知が来た。皆さん、今日は何してました？舞台調子だ。今日は個人でレッスンがあったんですけど、もうね、これをこれぐらい詰め込んだ。これをこれぐらい亡くなった。めっちゃ圧縮伝えた。一旦帰ってきました。そしてまた個人レッスンだけ時間が空け、一旦家帰って書類を見せようと思って、ほんならまた集合があるので、そして練習していきます。レッツバイキン。日曜日の午後の配信新鮮。確かに。本当にバブミしかない。どういうこと？でも最近多い。海たいって言ってくる。え、何の要素なんだろう。え、これ真剣にね、昨日、今日の朝ね。
母さんとね話し合ったよ。なんか産みたいとか急にふと思う要素が私にはあるんかねって。なーちゃんが言ってるの。そう、なーちゃんとかおきちゃんとかほのたんもちほちゃんも言うか、ひなも言うか、みんな言う。あ、声と顔顔顔にバンド、なんやろどこら辺がなん、でも母さんが変なこと送ってきた。母さんがね、確かに母さんが一番分かってる。愛嬌。母さんがいつもね、こうライン、なんかラインじゃなくて連絡をね、こうピロンピロンで入れてくるんだけどね、変なことを送ってきた。母さんの夢、なんか私本当にあんまり夢見ないんですよ、マジで。夢見ることが少なくて、でも母さんよく夢見るんですよ。でなんかもうほんまになんか自分がなんか STU のメンバーになって、なんかステージで上がって踊って、なんか振りをなんかステージの上で忘れて、でもなんかステージに立ち続けろみたいな感じでスタッフさんに怒られてみたいな、なんかどう、なんの何の話みたいな。しかもなんかめっちゃ細かいんですよ、めっちゃ細かく説明してくるんですよ夢を。そんな覚えてるもんない、私がそんなになんか夢見ないからそうなるだけとか思いながら、なんかえ、なんでなんだろうと思って。それでもうめっちゃ焦ったんじゃけとか言われて、いやめっちゃ焦らん、いや夢じゃけいいじゃん、焦ったんじゃねえって感じだし、いやおるけが、母さんおるよね、母さんマジおるけ。確かにステージに上がったら降りれない、ん立ち続けろってね、いいと思う。でもなんか夢見たい、でも怖い夢は見たくないな、怖い夢で起きるとか嫌だった。ちなみに会いたかったら踊ってたらしい母さんその時いやマジでいいけその説明、そうほんまに細かいんよ母さん夢、男の子になった夢とかどう、楽しそう、もし私が男の子だったら何やってるんだろう。前に見た夢で挟まれる、いや、なんかね、野球、いや男の子で STU だ、なんかな、野球、いやーやったかな、
カープの4番来たかもしれん。おー、ちょうど170日って出ましたね、さっき。こんにちは。サッカーやってそう。サッカーもうマジでなんか話したことあるっけ、なんかボールのなんかサッカーやってて、なんかサッカーいや、バスケだ、手とかは疲れるんだと思うんだけどね。なんかサッカーやってて、なんかボールの上に乗ってこけたことがあって、それからなんか苦手。サッカー苦手。今月からメール取りました。やー嬉しい。11月1日じゃないですか、今日から11月。え、待ってよ、私、いや、やっぱり言うのやめた。何、こういうのは何も言わずに知らってやるわ。今日ツイッター更新しよう、11月ですよーって。私誕生日月か。なんかもうこの1年あっという間だった、早かったよね。やっほーい。タッタッタラタ、ツイッターで更新しようと思ってするもんじゃない。かかわしになっちゃう。今年は特にね、あっという間。最初から撮ってる私のメール、嬉しい。いいじゃないです。嬉しい、ほんまに。ありがとう。髪伸びたよね。ロングヘアはしま、あのロングヘアね、なんかね、多分我慢できんと思う。我慢でき、伸びるまでに心が折れて切っちゃう。切りたい、もう切りたい欲が出てる。もう早速切りたさが出てる。髪の毛染めてみたいんよ、私色をね。染めんけど、染めんけど、あの願望、夢、な、何、なんでや、想像、ん、あの妄想しかないけど、妄想とかなんかあれしかないけど、でもともと茶色っぽい、真っ黒っていうわけじゃなくて、って感じ。
赤、明るいのに似合いそう。金髪、うん、せー、ちょっと今目つむって想像してみるね。え、金髪似合わんやろ。似合う。でもしさ、髪染めたらさ、この髪のさ、あれはさ、変わるかね。髪の質は。今の時代はそんなウィッグでね、できるけ。ウィッグで楽しめるけ、今の時代は。本格的に。黒髪しか勝たん。ピンク。ツイッターに載せようかな。11月、今日から11月ですね。髪の毛をピンクにしましたって。イエーイ。エイプリルフール風に、エイプリルフール、エイプリルフール風に、エイプリルフール風に、エイプリルフール風に。なんかね、外とかね、なんか明かりとかの前に立つとね、髪の毛がジェラっぽく。言えてるよね、エイプリルフール。皆さん、もし日本の中だったら今一番どこに行きたいですか？あ、海外でも行け、今一番行きたいところ、私はね、うん、おめか、あ、広島、北海道、いいね。京都、屋久島、実家、実家どこ、実家、実家大阪、博多、熱帯、熱海、熱海か、熱海、広島、山梨、コカンの家、どういうことどういうこと、やめ、待って、コカンの家って言った人、え、コカンの家って送った人がさ、なんか一人とかじゃなくて何人かあるの、け、南極、高知、え、私の家に来たい、いや、分からんよ、もしかしたらもう、私の家もめっちゃめっちゃ綺麗かもしれんし、めっちゃ汚いかもしれんし、めっちゃ派手かもしれん。いや、シンプルですけど、シンプルイズベストですけど、私の家って感じ。掃除させてください。どうぞ。やらかんで。なんか、今一番行きたいところとかは、え、母さんから連絡が来た。シンプルとはって。シンプル。普通だよ、普通。普通なのかな。普通が分かんないけど。私今一番行きたいところはね、北海道か、
なんか全然思い浮かばんわ。自分から聞いたで何みたいな。いやなんかね、北海道去年の先月ぐらい、去年の9月ぐらいかな、いつぐらいだったかな、行ったんですよ一回北海道にね。ほんならそれで楽しかった、美味しかった、楽しかった、細かった。寒かったけどめっちゃ食べ物がね、冬は美味しくなるんでしょって聞いたことがある、っていうのを聞いたことがある。けん北海道フェアなら行った。北海道楽しめる？北海道館いい。そろそろ宮島のもみじ、あ、だからみんな広島に来たいって。北海道、そう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 、味噌ラーメン、あのなんかね、めっちゃこってり系のラーメンがね、なんかラーメン共和国みたいなのがあったよ。ラーメン、ラーメンじゃない、北海道に。冬の北海道はエビカニホタテ、いい。ユミリンが嫌いなものいっぱい、エビホタテマシュマロバナナ系。広島今の時期ほんまにいいかもしれんね。なんかバーエーですよ、バーエーで、お昼はあったかいでしょ、まあ夜はちょっと寒いけど、お昼はあったかい系ね、ビオリ、はい、ね、ドライブのさ、あのアプリのアイコンがさ、あの ST ホテルって書いてあった、すごい。そう、なんかいっぱい、みんないっぱいありがとう、私を支援してくれて、なんかみんなのおかげでいっぱいいろんなアイテムとかなんとかもらったよ。ドライブむずい、頑張ろう、みんなで頑張ろう。私ね、去年の誕生日プレゼントね、あ、母さんに誕生日プレゼント何が欲しいみたいな感じで言って、ずーっと言ってなかった、ず、まあ、ずーっとっていうか、なんか2ヶ月ぐらい考えてなくて、母さんと2人で旅行に行きたいって言ったけど、それからもうすぐ1年経とうとしてる。今年の誕生日プレゼント、それはもう毎年更新しよう、タンプレだ、かわいいですよ。母さん叩いて旅館に連れてき、連れてってっていうのが誕生日プレゼントいやがなかなかね、あ、こういうところが海だよそういうこと。いや別に父さんはいつもありがとうって感じで、
父さんにもしっかり感謝を伝えてるよ多分。うん、父さん嫌いじゃないよ。だって父さんとね、あのずっとねランニングしよったもん。夜夜って言ってもめっちゃ夜じゃない、夜っていうか、ね、夜じゃないけど夜ちょっと涼しくなってから夏とか、あのランニング一緒にしてた、2人で走りよったやつ。父さんランニング行こうって言った、おーいいよって言って、それで1日目はめっちゃノリノリでなんかランニングした時の2日目とか足が痛いとか言い出して、いやもう疲労骨折かもしれんとか言って、父さんがで、じゃあ今日は休もうって言って、お互い体力きついけじゃあ父さんね、なんか痩せた、父さん痩せた、若干父さん痩せた。父さん一緒にランニング行こうって言ってそれでなんかランニングするのもね、結構ね、何キロ走ったんだっけ、あの結構長い時間走ったんですけど、なんかそのな長いから、あのちょっとお水を持って、お水っていうかなんか飲み物補給、水分を持って走るのが、走るじゃない、持たないといけないじゃないですか。それでなんかほんまにきつくて、ね、結構遠い長い時間走ったけんきつくて、で父さんとどっちが水分持つ、なんかどっちがただペットボトルよ、もうこれぐらいの、みんなが思う想像する 500ml のペットボトルどっちが持つやって、討論になる。言わないですよ。どんな会話でもネタになる。普段の会話そんな会話ばっかりなの。楽しいよ。お前さ、どっちでもいいよ。あ、どっちでも、どっちが持てばいい。どっちでもいいんだけどね。どっちが持ってくれてもいいよ。だから父さんも母さんも仲良い。今度ネタ帳見せて、いやネタ帳ないき、マジないき、ネタ帳なんかないき。若い者が元ですね、年功序列。逆らえません、逆らえるけど、逆らえませんとか言うけど、逆らうけど。鉄板ネタ、あ、鉄板ネタあるよ。私名前がカイココアって言うんだけど、なんか小学校の時って、なんか小学校6年生が小学校1年生とペアで遠足みたいなになるじゃないですか、遠足ペア、ペアで遠足みたいな。実は私の友達と、私の友達がその小学校1年生の男の子となんか同じペアだったんだけど、私は普通に女の子とペアで、その4人で話してて、小6小6小1小1女女女男で話しててそしたら名前をなんかまず最初自己紹介するみたいな時で、なんか一人ずつ言ってて、私は「あ、カイコカーです」って言ったら、私のペアの女の子は「あ、カイコカーお姉ちゃん」って言ってくれて。そしたらなんかその友達のペアの男の子が「あのえ何カイココア?」もう一回言ってみたいな感じで言われて「うん、カイココア」って言ったって言うじゃないですか。そしたらその男の子が「んカイカイココアココア?」ってなんか「ココア」って言って「あ、うちの犬と同じ名前」って言って走って逃げられた。確かに犬っぽい名前やけど、それ言って逃げんでいいやんと思って、
でさ、うちの名前とうちの犬と同じ名前って言って走って逃げられた。そう、マジで。あ、つまらん。一瞬的にはもう私鬼だったんです。なんかその走って逃げたじゃないですか、あの言い逃げされたんですけど、なんかうちの犬と同じ名前って言って逃げられた話なんですけど、そっから鬼ごっこ始まったらしくって、私が鬼だったんですよ。その時めっちゃターって逃げられて、犬にもなれるし鬼にもなれるよっていう話。わあ、面白い。ねえ、ちょっとそれ棒じゃっけ、棒読みになってる。いや、覚えてる。そう、マジで覚えてるもん。結構鮮明に覚えてうん、5年かも。鉄板話。これ鉄板話。でもこの話したらね、みんな私の名前覚えてくれる。あ、ココアちゃん。そう、しかもね、ついでにね、小学校6年生の時、友達のペアの小学校1年生の男の子の犬の名前と一緒ねって。覚えてくれるよ、みんな。いや、自己紹介、そう、自己紹介にもなるね。そう、このスタイリストさんとか、スタイリストさんがなんかこう採寸とかしてくれてるのってこう沈黙なんですよ。はい、腕が何センチ、腕が何センチ言って、なんかあの肘からここが何センチみたいな感じで測ってくるんですけど、私がその話を夢中でしすぎてなんかこう測りながらやってくれてるんですけど、なんかここからここが多分22センチみたいなこと言ってたんだから、ここからここが多分22センチ、いや分からんけど、なんかどっからからどっかがなんか22センチだったんだけど、なんかこう採寸してくれる人と、なんか記入してくれる人みたいな。で、記入してくれる人がなんか私の話にすごい夢中になってくれて、で、ここが22センチって、なんかどっかだったけど、なんかどっかがなんか、え、なんかどこだったかな？ここからここ？なんかどっかからが22センチって言われとったのを、なんか29センチって書いてあって。え、どんだけ長いよ、腕どんだけ長いみたいな、衣装作った時ここのここだけめっちゃ長いよみたいな。危なかった。再生した時に危なかった。まあ大丈夫、書き直してき、結果オーライ。なんかす、まあ、いや、ここからここじゃないよ、でもなんかこっからここ、こっからここ、からここみたいな、なんか、いや、モンスルとかじゃないでしょ。いや、モンスルポーン。いや、もうこれ、まあ、それをモンスルと捉えるか、サイズが違うと捉えるか、まあ、それは人によって違うと思うけど、ポジティブにモンスルできるって捉えますか。もうそろそろ良き時間ですかね。何分から始めたか分からんけど、結構やってない、やってないか、やってるよ。あっという間に時間過ぎてる気がする。ではそろそろランキングを読みたいと思います。13位あきさとさん、12位かまめまきさん、11位すえんさん、10位たくやさん、9位ふじやんさん、8位マットさん、7位高梨智之さん、6位ひそさん、5位むらさん、4位黒蜜きなこさん、3位ほっとやすひろさん、2位のっしーさん、1位はチャーミーさんです。ありがとうございます。皆さん配信を見ていただきありがとうございます。今日は
こんな中途半端な微妙な時間から始めたんですけど、見てくれてありがとう、みんな集まってくれてありがとう。そう、今日は日曜日ということで、明日から月曜日また大変ですけど、しかも11月始まったし、今日からまた頑張っていきましょう、みんなで。発射終了まで GO!4321 バイバイ、ありがとうございました。今からキャベツ食べてきます。キャベツ食べる夜ご飯。